Let's go! 5月13日金曜日、せーの、おー、さあ金曜日はポケモンデイ、スバニーは伝説のポケ、いや違う、MC を目指したいと思います、よろしくお願いします。さあ今日のハガール練習生はチームエイジのシマユーです。特技はイラストです。イエーイ、今日はねシマユーにポケモンを描いてもらうぜ。楽しみ、気合玉で頑張ります。さあ今日のおはさま面白さ巨大マックスでお届けしていくぞ。わーお、わーお。番組のスタートはこれ、今日のハッシュタグおはんさん。さあ今朝のハッタイムはゴーがミーを見つける瞬間を撮影しよう。おしゃ、はい、ツイッターにアップした人の中から1名様がサイン入り特製パネルとポケモンキーズワンセットをゲットだぜ。制限時間は5秒間。それではシャッターチャンス、スタート。武将がゴーになってる。いたー、よっしゃ見つけた。さあ今撮った写真を今出ている文字と一緒にアップ。おはたまのみんなは保護者の方にツイートしてもらってくれ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。スラミーダウジング今月のトロコロはプロクリプレゼントがあるぞ。星のカービィダブルステッカー、ゲスカス君ボードゲーム、ロジカスシンキング、マイクラ超立体ペーパークラフトに、ポケノコ謎解きポスターも、トロコロコミック6月号発売中。ソフトビニール人形とソーダ味のガムがセットになった食玩。5月16日からは幻のポケモンミュウをはじめ、ガラル地方のポケモンなど全15種類が登場。今月登場のポケモンキッズには大当たり券が入っていて、この大当たり券を7月31日までに送っていただくと、なんと特別なポケモンキッズが当たっちゃいます。どうなんですか。それは言えないんですけれども。今回70個のポケモンキッズの中から池崎は大当たり券を出せるのか。特別なポケモンキッズとは果たして。一発で終わらせる。池崎だ。これだと思う。ギラティナ。お、宣言通り一発で大当たり券を出せるのか。ギラティナ。果たして。リーダーがダメならと、今度は箱を振って音をチェック。理由は
多分大当たり券が1点も入ってることによって空間が狭くなってポコポコ当たってないんですよ。こっちを見るわ。横こうですよ、うん、この子はほら違う弱くない、なんか違う、これだ、これ絶対入ってるよ。アープン、ほいミューだ、覗くのが非常に怖いです。はぁ、はずれー、ごめんね。その後も開け続けるが大当たり券は出ず。相当むずいぞこれ。ここまで14連敗。キックさんに頼っていいですか。キックとはおはさにも登場したことがある投資能力を持つ芸人。そんなキックに池崎は台風を始める前写真を送り投資を依頼。その返事がこう、これすごいですよ。丸つけてくれてます。おお、一番下の真ん中周辺に大当たりを感じたキックへ電話すると、センターど真ん中に近いところに感じてますから、こっちもある可能性があるのかな。左、まずは真ん中左から。なんかこれで当たったら怖いな。うわ、チルドン行きます。しゃあ迷うな、菊さんを信じろ。うわー、箱の中に何かを発見。出たー、池崎大当たり。すごすぎる。お願いします。めちゃくちゃでかくない。この後スタジオに特別なポケモンキッズが登場するぞ。いやーすごいよねえこれ。いやー、こ大当たりもらえる特別なポケモンはこちら、ドガー、大きなピカチュウ。いいな、かわいい。たくまくん、これどうよ。すごいです。すごいでしょこれ、ね、通常のね、ポケモンキッズのピカチュウの高さがね、5倍、すさまじい大きさだからこれ。そうなんだ。うわー、これは楽しいね。ちょっとたくまくん、ぜひね、チェックしてみてちょうだい、うん、ってなわけで、おはどうもたくまくん、ザキューセリーマチー、参考依頼でした、ありがとう。さあ、キュッ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 、何急に、キュッ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 。待て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 、コロコロの情報を盗み出すプロ、怪盗ザキ参上。なんだ、あ、いつの間にかこの動画。今日登場のコロコロでは、ポケカ公式チャンネルメンバーのライチュウミカワがポケカ拡張マスク、ダークファンタズマを徹底解説。うん、シマユが狙ってるポケカは翡翠ブロワーク V スターです。おお、かっこいいだね。さらに松丸くんが司会、ポケモンとどこ行く謎の貴重なポスターもついてくるよ。すごいね。さあマイキー、このポスターにはポケモン何拾っているか教えてくれ。任せてくれ、巻いていくぜ。よし、わかったぜ。全部で478匹だ。はや、どうだ。さすがマイティ5Z だ、正解だ。うわー、すごい。そしてコロコロ6月号はそれだけじゃない。すぐに遊べるボードゲーム、ロジカスシンキングやマイクラから超立体ペーパークラフト、ニコ&クリーパーなどブロックも盛りだくさん。そんなコロコロ6月号は今日登場だぞ。おお、ちょっと待って、ポケモン撮ってるぞ。おい、さっき何してんだ。また来てねさあ続いては14年前の今日にタイムスリップ、タイクくんよろしく。バックトゥーザーオーバースター。宇宙人が地球のオハトモを調査。宇宙人はアンガールズ。うわ、アンガールズさんだ。調査したのは遠足。どんなオハトモがいた？遠足にトランプを持って行って、バスの中でみんなでやろうよと出してみたら、いまいちみんなの食いつきが悪かった。この微妙な空気が好きです。好きなのか？好きなのか？もうじゃあ謎解き軍団って英語でなんて言うの？僕の謎解き軍団。いや、そのまんま。みんなのごちそうステージ、コテアラポーカー。出席になります。マリアさん、はい、アラビキ、ガブリエ、コテアラポー。コテアラポー。え、何時だと思ってるんだ？ごちそうステージはコテアラポー。マイマイマイ、ニューデッキュー。みんなのごちそうステージ、コテアラポーカー。コテアラポー。あっち向いてポー。あっち向いてポー。あっち向いてポー。コロペポー。今何時？ソーセージ。ごちそうステージはコテアラポー。マイマイマイ、ニューデッキュー。お
お座り、お座り、お座り。毎日のことだけど、誰か。あると嬉しい、お茶漬け。お、できるじゃん。長谷園のお茶漬け。長谷園のカニ玉。玉を3個ですぐできる。あんかけたっぷり。わお。向かいます。長谷園のカニ玉。関東。関東風。カニ玉。ある日、村を訪ねてきたのは。久しぶりですね、ブラックアスワンさん。かつてゾラーの仲間だった宇宙飛行士ブラックアスワンだった。ゾナーさんが怪我をしたと聞いて急いで宇宙から帰ってきました。お見舞いに行きたいんです。ぜひぜひ、きっと喜びますよ。優しいな。ただまだ地上の重力に慣れてなくて。なるほど。ではこんなトレーニングはどうですか。ここはひらめき組み立てタイプの謎解きでトレーニングをしてもらいましょう。オッケー、組み立てるわけね。看板の文字が下に落ちてしまったみたい、うん、元の言葉は何だったんだろう。一大事じゃないかよ。トレーニングは大事なの。どーん、落ちる前の文字を考えてみよう。3文字目は「や」だったんじゃないかな。え、残ったものでできる文字は何。なんだ、ま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 、ラストスパートだ。さあ2択になったぞ。ハトも分かるか、みんな。はたや。残りを組み合わせると1文字目は「は」、2文字目に「な」が作れるね。だから看板の文字は「花や」。やったー。ああ、お見舞いのお花用意するの忘れちゃいました。いや、大丈夫ですよ。会えばきっと喜んでくれますよ。でも、そのお花でゾナーさんに謎々出してもらいたいじゃないですか。果たして松丸くんはこのお悩みを解決することはできるのか。続いては、大輝くんも登場。サンジのヒロインのアニポケショーだ。タイプくんのアニポケショー。さあ、みんなで今夜放送のアニポケを紹介していくよ。ああ、今回はロウとトキオがミュウを探索するためのプロジェクトミュウのメンバーになるためにミッションに挑戦するの。今回のミッションはサバイバルよ。サバイバル、めちゃくちゃヤバそうやん。私もプロジェクトミュウのメンバーに入りたいんだけど耐えられる自信がないな。じゃあ今からサバイバルの練習しようよ。急やな。俺がしっかりレクチャーするから二人とも最後までついてきてや。それじゃあお二人カモン。未来は俺のゴーの中に。いや、ゴーの決め台詞ええねん。私何これ、トキオなんこれ。合ってるこれで。そう、サバイバルにおいて必要なことは何やと思う。ゴー、勇気。違う、バランス能力や。サバイバルにおいてデコボコした不安定なフィールドで戦うことになると相当なバランス能力が必要やね。なるほど。そこで今回は足つぼマット。足つぼマットってバランス関係ないやん。このマットの上で片足立ちをしてバランスを鍛える。そう、はい、こうやってみて。怖い。どうした。頑張れよ。一気に片足いくか。行け。バランス。はい、短け。短け。よし、次。サバイバルにはバランスよりもっと必要なものがあるんや。必要なのはギャグセンスや。いらんだろ。サバイバルギャグセンスなんかいらんやんか。一番いる。サバイバルで敵から襲われた時どうやって回避するか。それは相手を油断させることや。油断した隙に気に攻める。さあ時を実践でトレーニング。実践、あなたは今じりじり追い詰められてる。今や一発ギャグ。一発ギャグ。あれ、相棒のサーナイトがいない。探さないと、探さないと。はい、やられた。痛すぎるて。やられた今の。全然最悪や。いや、てかそもそも今回のサバイバルミッションって他のチャレンジじゃバトルして残り1人になるまで戦い続けるって内容やから。まあサーナイトも大活躍するからお楽しみに。
プロジェクトミューの新たなミッションのため、荒野地方、地域建設にやってきたゴート・サトシ。今回のミッションはサバイバル。施設内の他のチャレンジャーとバトルをし、最後に残った者だけが勝者となる。インテリオンと挑戦するゴーは、友達のトキオと再会するが、頑張れ、ゴー。じゃあ今日はここまで。今夜のアニメをお楽しみに。シーマユ、お天気よろしく。はい、今日のお天気をお伝えします。雨のところが多く、大阪や名古屋、東京でザーザー降りになるでしょう。最高気温は昨日より低くなります。以上、お天気でした。 Thank you. 続いてはおはとうプロデューサーあずさちゃんからのリクエスト。おはガール練習生に絵を描いてほしい。おー、いいね。さあ、イラストが得意なしまゆうが今夜のアニポケに登場するサーナイトを描いてきてくれたぞ。しまゆう、見せて見せて。おー、うまい。すごいね、もうとっくりそのまんま。あと見た目がめっちゃ太鼓っぽい。ということで、はい、お絵描きに続いてはダンス。今日はビブスタメンバーとマイティが一緒に踊っちゃうぞ。日曜日、絶対見てね。さあ、おはどものみんな、リズスタダンス動画をツイッターに投稿しよう。抽選でおはスタグッズが当たるぞ。 CM の後は、オリザーン。永谷園が美味しい通販始めました。どさんこのうまさ、煮干しラーメン、4つの美味しさで登場です。煮干し、2日間じっくりと乾燥させた煮干し麺、これが匠のうまさ。くるねーくるねー。煮干しラーメン12食セット、この機会にぜひお試しください。今すぐ検索。レアの一押し。だいぶ悪いとな。あ、新しいアイテムだ。ちょっと見てみよう。今までの冒険で謎門が出題してきた謎解きがこの一冊に。新しい謎解きもあるみたいだ。謎門図鑑で君にぴったりの職業がわかる。ひらめけ謎解き学習謎解キングダムは発売中。僕と一緒に謎解きを楽しもう。アニパン。おっさん準備 OK。 お兄さんこちらに寄ってて、人さんこちらに寄ってて、しまゆう、今後の H チームの目標は何かな。他のチームに負けないように冷静に頑張ります。いや、さすが。さあ、そしておはともの田島くん、今週末何する予定？ボードゲームのイベントに行きたいと思ってます。めっちゃ楽しそうじゃん。全力で楽しんでちょうだい。それでは行きます。せーの。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。お座り、お座り、お座り。毎日のことだけど、ダメか。あると嬉しい、お茶漬け。お、できるじゃん。永谷園のお茶漬け。卵、ご飯に、チャーハンの素、ガッツ、炒めるだ。このうまさは、おい、チャーハンだよ。チャーハンの素なら永谷園。黒チャーハン出た。楽天楽魔どうか。